エデンの連中が地下水道で何かの工作を行っているみたい。多分狙いは水道施設、ライフラインの断絶を狙っているんだと思う。分かった、被害が大きくなる前に止めてみせるよ。それともう一つ、指揮官は G7 の一人みたいだ。連中の工作を阻止しつつ、シアのためにもミラーピースも取り戻そう。前進する。確か水に浸かった状態で雷撃を使うとオーバーヒートしちゃうの。雨や足が浸かる程度の水なら問題ないんだけど、水位が高い場所でも雷撃には要注意だね。ジブイドラゴンフィギュア、雷撃に使う時は一旦水、敵が多いな。もしエデンの工作によって地下水道が機能しなくなれば、街に汚水が溢れることになり、それは伝染病の蔓延にもつながる。エデンのやつは本当に見境のない。そう、ごめん、少し故郷を出して。その下、水が溜まってる。潜って進んで、オオカミはお風呂の準備しておいてと伝えておくね。助かるよ。
ミラーピース欲しさにホイホイここまで来なすったか。こいつは俺の夢の実現に必要な力だ。 G7 の能力者か。ミラーピースはシアンの力だ。力ずくでも奪い返す。サイバーディーバのためね。小せえ、あんたの戦う理由は海に比べたら小さすぎるぜ。見てな。俺はニムロド。戦う理由はただ一つ、美しい海を守ること。邪魔する奴は俺のリキッドのセブンスで洗い流してやるぜ。海の怒りを知るな。能力者だけの国を作るんじゃなかったのか。そいつはパンテーラの嬢ちゃん。だがな、共通してる部分も他の汚れを減らす。セブンスを持たない人々のことを。そんな海に捧ぐ。海は広大だが現在それを分かっていないバカが他には多すぎる。だからまず無能力者を排除して他の人間を減らすのだ。この地下に流れる大量の汚水を。ドラゴンスフィア、アクアアバター。流れは止まらねえ。ジョーちゃんの言う能力者だけの世界ってのが出来上がる。俺の海洋環境保全計画も進めやすくなるというわけだ。自然が大切なのは海の怒りを知りな。おとなしいアームドブルー、アストラスビア。聞こえる。
GV、お疲れ様。残りの絵で構成員は撤退していったみたいだ。了解、ミッション完了。これより帰還する。それ、明日の用意？はい。GV と一緒に学校に通えたら楽しいかもしれませんね。学校に行けたとしても、オオカとは学年が違うし、それに岡の通っている学校、女子校じゃないか。 GV ならきっと大丈夫ですよ。確かに。冗談だよね。